はい、こんにちは。整数問題なんですけども、まあ、N の四次式ですね。が、平方数になる、だから、これイコール、こんなような格好になる、スモール n を、まあ、すべて求めてくれって言うんですけども、まあ、私の勝手な格言で、でかい数字見たら素因数分解しろと。整式見たら因数分解できるか考えろって、つい言ってたんですけど、この問題、この左辺が、ぴったり因数分解できたら、これはちょっとかえって、悲しいですよね、多分。っていうのは、この左辺がなんかぴったり因数分解できる。まあ、四次式なんで、1次と3次、2次と2次、まあ、どっちでもいいんですけど、例えば、2次と2次で因数分解ぴったりできちゃったと。が n2 乗と。そうすると、平方数だから、これイコールこれっていう方程式解けば、まあ、n2 乗が消えて、n の一次方程式。まあ、整数、自然数になるかどうかわかんないですけど、まあ、n の解1個は出ますよね。でも、別に、2つの数かけて平方数になるのは、同じ数かけるばかりじゃなく、x2 乗 y と yz2 乗っていう格好だったら、これ、かけて平方数になるんで、これ、xyz にどんな数入れても、これ平方数になる。ってことは、無限の方程式ができちゃうんで、この問題は、因数分解できちゃったらかえって、まずいわけじゃないでしょうけど、まあ、あんまり嬉しくないなと。やっぱり、ここは、まあ、四次式なんで、なんか、n の二次式の2乗と、まあ、倍数かわかんないですけど、整数、定数、イコール n2 乗って格好になれば、これで、まあ、例によって、和と算積で、文字の掛け算イコール整数だったら、まあ、解が絞り込めるかなっていう感じで、ぴったり因数分解できることを望んで、まあなんか因数定理で1とか2とか3とか入れるのはちょっと無駄なことかなっていう気がします。で、じゃあこれ眺めた時に、なんか平方完成できるような格好を考えた時に、まあここもでかいですけど、この真ん中のこの n2 乗の22っていうのがなんかちょっとどうにかしたいかなっていうのは、まあこの、こっち側、まあ、要するに n2 乗でくくれば、前半、マイナス 4n、プラス、n2 乗の22を、前後に振り分けてあげれば、まあなんか、ここは特に、もうこうなってくると、ここに入れたくなるのは、それは4ですよね。で、4入れたら、ここ残りが18。と、まあ、こんな風にすれば、なんか、綺麗な格好になるかなと。n2 乗格好、n-2 の2乗。で、私、ここでつい、これもう、喜びさんで18でくくっちゃったんですけど、n2 乗マイナス 2n プラス1つって。やったつって、こう、喜びさんでくくっちゃったんですけど、最初。ついくくりたくなりますよね。でこれあんまり嬉しくなくて、この先何も進まなくなっちゃう。まあ、唯一いいことは、n イコール1入れれば、0になって平方数になるなっていう。まあ、n イコール1が一つの解だっていうことだけが分かるだけで、これはあんまり嬉しくなくて、この18に釣られずに、ここは、この数って n2 乗マイナス 2n の2乗なんで、18括弧 n2 乗マイナス 2n まででやめといてあげれば、これで、要するに、これを一つの文字と考えれば、まあ、うまく平方完成。で、整数っていう目標の格好になる。ということで、これは、n2 乗、マイナス 2n。で、ここは18だから9ですよね。プラス9の2乗、マイナス81と18が n2 乗と。これでまあ、無事、もう、いい格好だと。そうすると、n2 乗、マイナス 2n、プラス9。もう一気にいっちゃうんですよ。プラス n、カッコ n2 乗、マイナス 2n、プラス9、マイナス n が63ですか。で、まあ、n 自然数なんで、まあ、ラージ n もまあ、プラスの数としとけば、こっちの方がでかいんで、n2 乗、マイナス 2n、プラス9、足す n と、n2 乗マイナス 2n プラス 9-n で、こっちの方がでかいんで、
63は631か213か9763の、約数は3の2乗かけ7だから6個だから OK で3組とはこれだけと絞れたと。でスモール n が知りたいんで足し算の方がいいですか。 n2 乗マイナス 2n プラス9の2倍が64か24か16なんで n2 乗マイナス 2n プラス9が32か12か8と。なんで n2 乗マイナス 2n マイナス23イコールで、これはもう見るからに整数解いないですね。 n2 乗マイナス 2n マイナス3が0、これは因数分解できますね。 n-3 n+1 かな。なんで n は3で、マイナス1は自然数じゃないんでなしと。で n2 乗マイナス 2n プラス1が0で n-1 の2乗、まあ最初に見つけた、まあ私がたまたま変な変形したから見つけただけですけど、の1ということなんで n は1と3が答えとなりますと。じゃあ以上です。ありがとうございました。おかげさまで本第1弾第2弾第3弾すべて10版出題ありがとうございます。で、この第2弾のブルーバックスの大学入試数学100選の、構成を手伝ってくださったのが、私の動画のコメント欄に、回答を寄せてくださっていた、PC サンタロさんという方が、動画の回答解説を丁寧に PDF にまとめてくださったものをノートで、第1弾200選を発売したところ好評につき、第2弾の50選も発売しております。そちらはノートなんで、電子の特徴として、ワンクリックで解説、動画にも飛べて、非常に使いやすくなっているんで、ぜひそちらも概要欄から購入よろしくお願いします。